フリカで私が写真撮影をしていた時のこと。望遠レンズで遠くを見ていたら大木、バオバブとかではない普通の樹木に地元の人たちが10人くらい登って下を見ていた。下を見るとライオンがのんきそうにいて、その近くに帽子が一つ落ちていた。もう一回木の上を見ると、登っている人たちはみんな落ちているのと同じ帽子をかぶっているではないか。解説。帽子の持ち主は食べられてしまった。呪い新書を手に入れた。冒頭にこう書いてある。これに書かれてある手順を実行すると呪いが成就するが、手順を間違えるとその呪いは自分に返ってきます。あなたはそれでも実行しますか？もちろんだ。俺には許せない奴がいる。だからこそこの呪い新書を手に入れたのだ。俺は呪いの手順を始めた。1。まずはじめに、目を閉じて、まじないたい相手の顔を思い浮かべます。忘れたくても忘れられるものか、と俺は奴の顔を思い浮かべた。よし、次だ、どれどれ。2。どんな呪いをかけたいのか思い浮かべます。考えつく。すべての苦痛を与え続けてやる。よし、次だ。3、最後に目を開けます。解説。手順を間違えると、その呪いは自分に返ってきます。2の手順を読むために目を開けている。この後、主人公はすごい苦痛を味わい続けることになってしまった。